星だ。シオ！教室に戻りなさい。あいつ三島なんか変じゃね。今度こそ吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。他の生徒もまだ返さないでください、先生方。痛いって。なんで逃げたんだよ。逃げてないし、飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ。チクったとかも言わねえから。鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから。俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生機嫌が悪いとご指名で。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて。鴨志田先生すごくイライラしてたから、きっといつもよりひどいこと。まさかあんな野郎。あなんだいきなり。しわばっくらんな。いい加減にしろ。これが指導なもんかよ。なんだと。俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。100歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんな奴が何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。かわいそうに。嘘だろ。てめえ。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。んだよクソが。なんで止めんだよ。
のよ。ほほう、お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやるよ。あ、そうか、やれないか。まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うことを誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者面してるけど前歴のことをバレたの。お前ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ。三島、言われて仕方なく。さあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かったらとっとと出てけ。こんな奴のせいで。お前、そうか、あれか。はあ、頭どうかしたか。クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行って、あのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて、歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。お前は？ならいい。そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか。試したことあるんだろ。いつそんなこと言った？は？は？知ったかぶりか！退学って本当？噂になってる。またか、鴨志田の野郎。んなこと言いに来たのかよ。鴨志田やるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。お前には関係ねえ。首突っ込むな。関係なくない。司法は私の。邪魔すんなって言ってんだ。容赦ないな。あんなとこに連れてけるかよ。思い詰めなきゃいいけどな。いざってなると女の方が大胆だったりするもんだ。さっさと鴨志田やりゃ済む話だ。今から行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな。気合い入れてけよ。あ？怪盗？密かに入り込み華麗にお宝を盗み出す。
まさに怪盗じゃねえか。なんかかっこいいな。しかも鴨志田の名前と学校と城だっけ、音声入力で謎の異世界に。どんな仕組みだこれ、誰かが作ったんか。少し気味悪い気もするが役に立ちそうだしいいか。鴨志田の野郎、行くぜ。やっぱなんかするつもりだ。スマホが関係あんの？名前と学校と。うっし、人暴れするとしますか。その声坂本？もしかして。なんでいいんだよ。知らないよ。何？ねえ、ここどこなのよ。学校なんでしょ。なるほどな、ナビってやつに巻き込まれたんじゃないか。一人が使えば一緒に入れるなら、使ったやつの周りも巻き込むってことだろ。マジか。てか鴨志田に関係あんだよね。とにかく出てけって。やだ、騒ぐとシャドウに見つかるぜ。嘘、喋った。化け猫、化け。てか説明しなさいよ、それまで帰んないからね。無理にでも追い返すしかねえ。つってもどうすりゃいいんだ。入った場所へ戻るじゃねえの。前そうだったろ。そっか、なら手貸してくれよ。何？全部終わったら話すから。ちょ、どこ触ってんの。おお、ごめん。じゃなくて、あんたらマジで。今度からナビ使うときは気ぃつけねえと。使う道具のことは確かめとけよ。なんで見てただけの我が輩の方が詳しいんだよ。うっせえ。つか出鼻から高牧に知られちまったよ。さっさと片付けるしかねえぞ。彼女、高牧アンって言うんだろ。アン殿か。シャドウどもに気づかれてるぜ。気合い入れてけよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。ジョーカー？あだ名か？ダッセ言い方するな。コードネームだ。本名で呼び合う怪盗なんて間抜けだろ。我が輩嫌だ。それにパレスで名前を大声で呼び合ってたらどんな影響が出るかわからねえし、念のためだ。つうか、なんでこいつがジョーカーなんだ。戦力的に切り札だからな。決定だな。次にリュウジ、お前はそうだな、ヤンキーだ。
喧嘩売ってんのか自分で決めるわ。俺っつったらこのドクロマスクだろ。いや正直嫌いじゃねえよこれ。ドクロって英語でなんつんだ。聞くのかよ。スカルじゃないか。お、いいんじゃね。俺スカルな。何がいいよこいつのコードネーム。モナでどうだ。まあジョーカーもそれで呼びやすいなら納得してやる。よし、我が輩らはたった今からジョーカー、スカル、モナだ。今後はコードネームを徹底するぞ。よっしゃ。つけておこう。なあ、よく聞け。よし、行こうぜ。前にホールドアップと総攻撃については教えたな。今回はそいつの応用編だ。ホールドアップには敵を倒す以外の生かし方もあるってことを教えてやる。シャドウってのは人間の心から生まれた存在だ。当然言葉だって喋る。つまり会話できるってことさ。わかるか。追い詰めてから話しかければ命惜しさに自分から金品を差し出してきたりもする。実際その方がただ倒すよりいいものが手に入ることが多い。さて、じゃあ最初のステップだ。まあそういうことだ。ごめんね。あれ予想外の展開。いやそういうことなら仕方ない。もう行っていいぜ。マジ？残念だが急いでるんだ。何が起きてる。すっげえ。我は何時、何時は我。なんだよ今の。何が起きた。
け。それさっきのシャドウか。まさかお前シャドウの姿や力をペルソナとして取り込んだってのか。そんな、そこか。許してやるよ。複数のペルソナを使えちまうのか。よっしゃ。正体を見せろ。何なにこの仕打ち。先制攻撃チャンスだ。いけ。そうじゃない。ヘルスだ。この技じゃない。ここでペルソナだ。ペルソナ。さて、正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。楽勝すぎてあくびが出るぜ。
暴いてやる。何者だ。これをどうするつもりだ。よし、こちらの先生だ。敵が何だ。動くんじゃねえぞ。許してやるよ。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。さて、おい、これ。ここ、さっきんとこだ。てか、なんなのこのアプリ。坂本の言ってた言葉言っただけで、こんな。姫。なんか前よりシャドウ、ここまで来るだけで一苦労じゃねえか。お前らが鴨志田挑発したせいだからな。にしても鴨志田のやつ、ずいぶん警戒してるな。お宝盗むって何やりゃいいんだよ。慌てんな。まずは潜入ルートの確保だ。潜入ルート？お宝のありかまでのルートだよ。けどやり遂げるには正直もうちょい戦力が欲しいな。せめてあともう一人。お前記憶ねえっつう割にはそういうことだけは覚えてんだな。こいつ本当に記憶喪失だと思うか。あっちのバカとは違うな。バカっつうな。大げさなこと言ってただの野良猫ってオチじゃねえの。そんなはず。しかし姫はどうしてあんなところに。姫？侵入者の反応を追ってたはずなんだが。何でもいい、早く姫を鴨志田様のもとへ。姫ってなんだ。調べといた方がいいぜ。これ質問から逃げやがった。城とかナビも謎だけどよ、ぶっちゃけモルガナが一番謎だよな。そうだ、終わり。俺なんだっけ。スカルだ。やべえぞ。早っ。アンドロがお前らの知り合いのシャドウに連れてかれてる。はあ？いや、さっき追い返したろ。アンドロがナビを持ってたらありえない話じゃないぜ。まさか俺ん時みてえにいつの間にか。くそ、せっかく逃がしてやったのに。てめえから来たのかよ。くそ。つけておこう。